では第12回声優アワード、いよいよ最後となります。主演男優賞の受賞者をご紹介いたしましょう。これからもいっぱい買って、いっぱいカツ丼食べたい。だからエロスやります。全力のエロスぶちかまします。ユーリオンアイスの主人公勝木ユーリ役では、さまざまな挫折や出会いを経て葛藤しながら成長する心情をリアルに表現。その魅力を最大限に引き出しました。俺たちの歌聴いてください。さあ音楽を始めよう。スキプロジアニメーションでは元気で明るい性格の大原空を好演。愛嬌にあふれ、まっすぐでひたむきな演技は視聴者にたくさんの元気と癒しを与えました。デュエルマスターズ VS レボリューションファイナルのキラ、ゲーマーズの上原タスク、初めてのギャルの坂本新平などを演じた豊永俊之さんです。豊永俊之さんです。おめでとうございます。どうぞ舞台までお越しください。主演男優賞、豊永俊之さんにお送りさせていただきます。プレゼンターは声優アワード選考委員長、マイルストーン音楽出版長崎幸男さんです。よろしくお願いいたします。はい、トロフィーの授与でございます。主演男優賞のトロフィーです。おめでとうございます。改めまして、豊永俊之さん、おめでとうございます。それでは今のお気持ちを一言お願いします。はい、この度主演男優賞という栄誉ある賞をいただきました豊永俊之です。表現という世界に足を踏み入れて、24年目になるんですが、まあこの表現という世界で、まあ自分の表現というものをただただ突き詰めて、追求し続けてきた、24年間でした。ですので、正直こういった賞をいただける日が来るとは、きっと縁はないだろうなというふうに思っていたんですが、こうして、賞をいただいて、驚きと、そしてまだ未だ、どこか実感が湧いていないような、そんな自分がいます。ですがそれでもこういう賞を受賞させていただいたということは、自分自身のこれからの自信につながるだろうなとも思いますし、そして何より、今まで僕自身のことを支えてくださった、スケジュール管理をしてくださったマネージャーや、芝居のことで思い悩んだり、へこんだ時に陰でそっと支えてくれて、そっと背中を押して支えてくれた妻もいましたし、そして、何より強い喉と丈夫な体をとして産んでくれた母にも、母子家庭でしたので女で一人で支えてくれた、育ててくれた母にも感謝したいなと思っております。まあ、よく言えばもう少し身長が欲しかったかなと思うところでもあるんですけれども、ですがそこも今や、自分の長所として、はい、誇りに思っています。これから、こういう賞をいただけたことで自分自身の、これからの表現、答えのない終わりのない表現の世界、これからも引き続きお芝居というもの、表現をずっとずっと追求していきたいなと思いますし、もっともっとこの表現という世界、自分の表現、自分自身の表現というものをもっと豊かにしていきたいなと思いますので、これからも引き続き精進していきたいなと思います。ただ今日だけは今まで自分がやってきたことは間違いではなかったんだなと、よく頑張ったねと、自分のことを少しだけ褒めてあげたいなというふうに思います。栄えある賞をいただきまして本当にどうもありがとうございました。
めでとうございます。主演男優賞を受賞されました豊永俊幸さんにご登壇いただきました。皆様盛大な拍手でお送りください。おめでとうございます。主演男優賞豊永俊幸さんでございます。